はい、山本一郎でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメント欄よろしくお願いします。で、今回その小田聖子さんのご主人がですね、国を相手に訴えを起こしたっていうね、そういう話が言ってたので、今日ね、取り上げてみたいと思ってるんですけども、自民党の野田聖子さんのご主人と私はですね、最高裁まで、争ったことがありましてですね、そこにこうね、文春、新潮、山本一郎ってこう3社が訴えられてですね、めちゃくちゃの裁判だったんですけど、これでね、いろんなところで、ご連絡いただいたりとか、頑張れよとか言ってくださる方もいればですね、一方でね、野田聖子さんこんなんなってしまったんで、選挙調査とかね、やるときに、岐阜管理には出入りしないようにと言われて、いわゆる出禁になったりとかですね。いろんなことがある、ひきこもこもな案件なんですけども、もともとそのね、野田聖子さんのご主人、木村文信さんがですね、スピンドルという、暗号資産、仮想通貨ですかね、エクサコンみたいなのを、取り扱うと言ってですね、いろんなところにね、話を持ってっていてですね、その時にタレントのガクトさんですね、が、彼をその仲介にして、芸能界だったりとか、一部経営者の方とか、カラオケボックス の店長とかですね。そういういろんな人たちに、仮想通貨結構売り回ってたわけですよね。で、しかもそれは値上がりするぞ。これはいけるんだ、みたいなことで、売っていてですね。で、ホワイトペーパーも大したことじゃないのに、革新的だよぐらいの形でですね。いろいろなね、思惑があったと思うんですけども、それを、いろんな人で売っちゃったと。で、その時に詐欺だなんだってまたちょっと別としてね。その時は本当に値上がりがするだろうと思って売ってたわけですから、それはいきなりね、経済支配になるかどうかってまた別の問題としても、草コインがね、値上がり確実だから買いませんかっていうのは、これなかなか難しい話なんですけども、そこにテイフミノブさんがですね、いろんなこと関与されていてですね、そこで、野田聖子さんの事務所に、金融庁の職員を呼んでですね、うちの、スピンドルというのはこういうね、いいものなんだから、ぜひ上場させてね、換金性のある形してくれということで、お願いをしたですね。で、これはね、当時自務所のそれなりのポジションに行った野田聖子さんがですね、ご主人の、ある意味、個人的なビジネスであるそのスピンドルのですね、上場に対してですね、監督官庁である金融庁のね、職員を呼んで、うちのね、スピンドルをぜひよろしくお願いしますっていうこと自体結構な問題なわけですよね。で、これ圧力と取るかどうかっていうのは非常に問題だろうと思って、私もその文春だとかね、他のその媒体もいろいろやってる中でですね、ちょっと先打ちするような形で、その当時ヤフーニュース個人の方で、木村文信さんのことを書いて、で、他の媒体にいくつかにもその、取材協力という形で、書いて、で、さらにその新庁さんも、独自取材も一部あって、そういうのも書いてっていうような形で、野田聖子さんとご主人と暗号資産とその金融庁への圧力みたいな、そういうような形で記事を構成して書いてたわけですよね。で、これが名誉毀損だっつって訴えてきたわけですよね。で、その中で、特にその名誉毀損性が高いと彼らが言っていたのは、木村文信さんはその暴力団関係者だかどうかってことだったんですよね。で、これはその過去にですね、会津虎徹系の三次団体っていう、非常に当時からするとそのね、いろんなことをその幅広くやっているその暴力団関係の人たちの中でも、その中でも特にいろんなことをやっていた、なんていうのかな、フロント企業の一員として、頑張ってこられたのが木村文信さんだったんじゃないか、ということで、私どももですね、文書の記事にも書いてあったし、他のところからもそのね、彼は構成員だよってことを、いろんな方から聞いていたのでね、取材の中で。で、当然これは野田聖子さんのご主人はね、今は足を洗っていて、普通の民間人であるとはいえ、暴力団関係に地域所属をされていたのではないかということで記事を書いた経緯がありましたと。で、それは、我々もその、やっぱ取材をね、した上でもやってますし、あと私自身も木村文信さんは会ったことがあって、で、何度かお話をする中で言うと、割といい感じのグループの人たちだったもんですから、それはその当然ね、そういうね、過去のやんちゃもあったんだろうということで、むしろ好意的に捉えてたんですよね。で、しかもその前科2犯なわけですよ。で、片方はその携帯電話関連で出たりと、もう片方はそのスパムメールですよね。で、略式起訴がなんかをされていて、それぞれね、いろんなことをチャレンジされる中でね、ちょっとこう行き過ぎたところがあって、で、それに対していろんな告発があって、適切されてもうたという話だと思うんですけども、それはやむを得ないのかなと思ってね、それも記事盛り込んで書いておいたらですね、怒られたと。ですね。で、訴えられて、で、文春さんはね、50万円だから払って、で、新潮さんと私は、真実相当性はあるものということで、おおむねにおいて問題なく、そのままこの件に関してはなかったことにと、原告の請求が棄却されるという最高裁の判断が出て終わったというふうに思ってたんですよ。ここまでは前置きですね。で、そこから先に、文春さんとの裁判の中で、木村文信さん側がですね、暴力団関係の、その過去の警察庁などからの、証拠があるぞということを文春が言ってですね、証拠として提出したことに対して、そういうね、ガセネタを国が提供したのではないかということで国賠を起こすっていう、そういう裁判がですね、どうもその提起されたようであると。で、これはもう本当ね、
もう晴天の霹靂なんですよ。正直、最高裁までやってね。で、一定の白黒ついてね。もう俺たちとしてはもうこれで、まあまあ、そうは言ってもまあね、もうそういうことを記事書いた以上はね、それはだって真実だと思って書いてるんだから、それはしょうがないじゃんって言って、まあまあ、最後までやって、で、まあ、案の定ね、実際それは本当いろんな人たち、それはそれこそ雅也組の組長までご存命だった時に出てきて、法廷でですね、おお、久しぶりとかやったんですよ。それは当然、暴力団でしょって話だからですね。で、それは、その、我々からしても、それは当然、それは知り得たことでもあるし、それは多分真実だろうと。で、本人が、その、法廷で否定したって、だって他の人みんな言ってるしね、服部さんとかね、皆さん言ってるわけでね。そういうことを考えたら、その、まあ、なかなか言い逃れできないでしょって思って、当然、その裁判所もそういう認定をしてくださってね。いや、まあ、彼はね、暴力団構成員であったということが認定されたんじゃないかというふうに、まあ、安心してたんですね。そしたら、国がその余計なことを言いやがってということでですね、国賠だったわけですよね。で、なんやねんと。これ、まあ、結構僕らからすると大騒ぎの話だってですね。もう当然、こう、まあ、野田聖子さんが定期の記者会見をやるぞってなった時に、何の記者会見かなっていうことで、まあ、記者クラブの人たちから、まあ、山本さんなんか、2時から記者会見やるらしいですけど、なんか知ってますかとかって電話かかってきて、知らねえよみたいな話になって。で、まあ、当然我々がその関係している裁判に知事不再理なんで、もう我々に訴えられることはないと思ってるんですけども、まあ、いろんなこと考えるかもしれませんけど、まあ、当面はあの話題において我々に訴えられることはないんですけども、ただその国外って言われちゃうと、まあ、ちょっとこうね、よっぽど認められなかったのかなっていうね、よっぽどその、まあ、耐え難い何かがそこにあって、で、木村文信さんと野田聖子さんの中でですね、まあ、非常にこう、まあ、夫婦愛が非常に強いんだと思うんですけども、その中でですね、私はどうしても、その、この主人のね、過去のことについて、容認できないから、ちゃんとその潔白を晴らしたい、潔白であることを証明してほしいというようなことになったんじゃないかっていうふうに、まあ、僕なんかは、気持ちとしては、まあ、なんとなくわからんでもないっていうような感じになってます。で、正直その、まあ、実際そのね、こう、関連している、その、まあ、まあ、記者クラブの方々からも、まあ、訴訟の概要をね、まあ、聞いてる限りいくと、そこで国賠、国がね、その警察庁を通じて、その野田聖子さんを、まあ、ある意味、貶めるために、そのご主人が、暴力団関係だったっていう、その、書類を偽造したのだ、みたいな話になっていたので、いや、仮にそうだって、それは文春がね、寄って立つところだった、それがそうだったとしてもですね、こちら側の、まあ、我々がやっている裁判においては、その、まあ、暴力団元組長も出てきたし、まあ、それ以外のね、こう、まあ、ジャーナリストの方々にも、その、ご証言いただいてますし、まあ、そういった点で言うと、その、まあ、ある程度ね、こう、確証があった上で、そういうことを書いてるんだっていうことが、まあ、わかるはずなのに、でも、国賠だった話なので、そうなると、その、仮にその国がね、その、いや、国賠、まあ、しょうがないねと、だってそういう情報が出たんだったら、それは、本来ね、門外不出であるべきものなのだから、みたいなことを、まあ、言う可能性は一応あって、ただ、その、ガセネタと認定するかどうかってまた別の問題だと思うんですよ。で、それは望ましくないまで言えていると思うんですよ。国のその例えばね、捜査機関が自分たちのそのまあ捜査対象になっている人たちの属性についてメディアに漏らしたってなると、これはまあ確かにまあどうなのかなっていうような人たちが出てきてもおかしくはないと思うんですよ。だからその国家公務員のその法律に基づいてそのまあ情報保全の問題がそこにあるので、まあ、それに対してその望ましくないものだったっていうふうに言えるのかどうか。で、警察の側も仮に今回その話として出てくるならば、それは申請の書類ではないって突っぱねるこういうね話になると思うんですよ。で、それについてはそのまあ僕らもまあそうなのかなっていう気もしなくもない。で、そこでこうまあ例えばね、警察はその書類等をねその漏らしてしまったのは不手際であったみたいなことで、まあ何らかの形でそのまあ担当の人たちがその蒸し返されて処分されるとかあるかもしれないと思ってたんですね。ただ今回はそれは捏造だって話なんですね。警察が偽造した書類を文書に渡して、文書が記事に書いてからけしからんという告白になっていたので、まあ本当にその概要などとすると結構数字悪いぞと、これ本当にこれで合したんだなっていうのは、まあ、僕らからすると率直な驚きですよね。で、これまあ、下手すると、まあ、もちろんそのね、双方その、まあ、何の話やねんって話になると思うんで、当然そのね、地裁は長くかかると思うんですよ。で、高裁もまあ、2回か3回やって、で、最後最高裁まで行くんだと思うんですけども、まあ、これどちらも多分最高裁まで行くつもりでやる話だと思うんですけども、まあ、どういう判断であれ、きちんにその、審理されるとは思うんですけども、まあ、それでもやっぱりその最高裁の判断を仰ぎたいみたいな話やっぱりなると思うんでね。で、行くとするとその3年、4年コースで、これで出てくる内容って言うと、偽造かどうかっていうのを一応どうやってやるんだよみたいなね。だって僕暴力団じゃないもんしか言えないですよね。だからそうなってくるとなかなか厳しいのかななんてことは思っています。まあそこは本当ね、いろいろご取材いただいて、私も知り得る話で言うと、その裁判の内容自体がね、最初なんでこれ訴えたんだろうって話なので、
そこで訴えるって言われても、なんていうのかな、それでって感じになっちゃうじゃないですか。だって他ではもう全然違う証拠で、この人は暴力団組員と CG に相当する内容でしたっていう、最高裁判決の中でも出ちゃってるわけなんでね、それはなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、追加で、これはなかなか、概要としても難しい部分だと思うんですけども、週刊新潮はですね、野田さんのそのご主人である木村文信さんの不倫写真を撮りました。で、これが、ガーンとこう掲載されますと。で、明日かな、なんか19日かなんか出てくると思うんですけど、結構なものですね。で、これって夫婦愛がある前提でみんな思ってたんですよ。で、野田聖子さんっていうのは非常に優秀だし、情も深い方なんで、ご主人とね、あと生まれて来られたお子さんのね、ことを、非常におもんぱかっていろんなことをね、手当てされたんだろうとは思うんですけども、ただガチ不倫だっていう証拠のその写真が出てですね、で、ホストしてても、木村さん本人にも話気に入っちゃってるその記事がポロンと出るのでですね、これもうグダグダですよね。なんかこう、なんでこんなことになっちゃったのっていうような着地しかもう見えないわけですよ。で、僕らがすると、分かっていたことではあるけれども、今回の新潮報道で野田聖子終わったなって言われることは、やっぱなるだけ避けたいとは思っているので、避けたいというか、それ言っちゃうとさ、だって人間いろんなもののね、やらかしもあるし、間違いもあるしね、それも全部飲み込んで人間社会っていうのは成立してるものなんだから、過去のことほじくり返してね、その人はその総理にふさわしいかふさわしくないかとか、政治家としているか悪いかってことだけを判断するのは難しいというふうに思うのですね。そこは僕は野田聖子さんに対してはやや同情的なんですけども、ただ、旦那さんが、ガチ不倫やって、ホテルからホステスの女性と出てきて、1時間半後に自宅に帰ってきましたみたいなことで、写真まで撮られて、インタビューも撮ってるわけですから、それはきついよね、と。それはやはり総理の器として、日本憲政史初の女性総理になりたいと思っている野田聖子さんからすると、今までのやってきたことは何だったんやっていう話やっぱなりかねないし、あと非常にこうね、なかなか問題のある言動を木村さんが仮にしていたとしても、そこでどういう仁義の切り方というか開き直り方というか、私は音を愛しましたと、僕はいいことだと思うんですよ。それはすごくいいことなんだと思うんだけども、それがいや実は夫の側の方が不定の輩であって、ホステスの方と1時間半ホテルに行かれて、どうやねんという話が仮にこうね報道で出てきて、それが一定の事実だよって私なるとですね、これやっぱ大ピンチだと思うんですよね。だからそこは、単に極道の妻だからとか、自民党としてのね、いろんな社会問題への取り組みの成果が実はなかったんだとか、いろんなことをワイコラ言われがちな人もあるので、そこら辺に対して、いや、実は私は夫を愛していました、みたいなところで、抗弁してたものが効かなくなってきた時に、どうやって彼女が次の手を打っていくのかなと。いうところが、非常に興味を持って見てるところですね。なので、今回なんていうの、国語がちょっとびっくりしましたよね。これ本当なんていうの、記者クラブでなんか記者会見やるらしいって聞いた瞬間に、なんだこれは。これ、ちょっとさ、なんだよこれと思ったのは事実です。これは本当に個人的な感覚としてね。それは僕も結構裁判やってますけど、胸騒ぎがする案件なんですよ、こういうのって。あっちゅうのかな。人間の一番触ってはいけないところが露出してる感じですよね。なんかデリケートゾーンが一番、触りやすいところにあるような感じの裁判ですよね。それ出されたらやっぱちょっとね、こうやっちゃいますよね。お前何してんのみたいな感じで言いたくなるのも事実です。このね、面白さはなかなか皆さんには、ダイレクトな感覚としてお伝えできないかもしれないですけど、これはメディアを扱っている人間からすると、結構面白い話だったなと思いますね。本当ね、バンバン電話かかってきてね、ルンルンでみんな聞いてくるわけですよ。で、こっちからしたら一回勝ってるけど、国媒で警察がガセーター流したから裁判を起こしましたって言われて、コメントのしようがないっすよね。ほんと、これ、どうしたらいいんだろうと思って見てたんですけど、それもこれもいろんなカルマがそこには積み重なった結果だということを感じつつ、今回の放送は終わりとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。